弱っちいあんたたちに戦い方ってやつをこのあたいが教えてあげるよ。まずは銃の使い方。銃を撃つには丸ボタンだ。まずは銃を使ってあんたらを倒してやる。これが敵の体力だ。なくせばそいつをぶっ倒せるよ。これがあたいの体力だ。なくなるとさすがのあたいもおしまいだ。違う、丸ボタンで銃を撃つんだ。L1 ボタンで前を向くことができるよ。次は追撃を使っ追撃をするには L すると特定の追撃を使っ、これで敵の大体の位置がわかるよ。L1 ボタンを押しっぱなしにして追撃するんだよ。もう一つの撃ち方を教え、 R1 ボタンを押すと正面に撃つことができ、これであんたらを倒してやる。違う、丸ボタンで銃を撃つんだ。その状態で攻撃して賞金稼ぎたちを倒すんだ。R1 ボタンを押すんだ。次は敵の攻撃をかわす方法。三角ボタンを押せばあいつの撃っ、やっ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 、そう、その調子でかわすんだ。やっ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 、違う、三角ボタンで撃ってくる弓をかわすんだ。あたいの武器はこれだけじゃないよ。武器を変えるにはスタートボタンを押し、これでよし、武器が変わったよ。今あたいが使ってる銃はここに出るからね。暗いな、暗い、暗いな。うるさいのがいるね。よし、もう一つの、まずセレクトボタンで、そして真ん中にある照準で崖の銃を撃つのは、暗いな、暗いな。そこで丸ボタンを押してあいつを狙うんだ。暗いな、暗いな、暗いな、暗いな。お、茶店の後ろになんか食べ物が落ちたよ。落ちて手に入れたものを食べるにはスタートボタンを押して装備画面に行くんだ。方向キー、またおいしい。これは動乱だ。登録した武器や道具を四角ボタンと方向キーまたは左スティックですぐに使うことができるよ。まったくしつこいね。あいつを倒すためには茶店に登ればいい。茶店に向かってジャンプ、捕まったら方向キーまたは
登ったらあいつを攻撃。違う、まず屋根の上に登るんだ。違う、まず屋根の上に登るんだ。暗いな。登ったね。なら丸ボタンを押してあいつを攻撃するんだ。さて、お遊びはここまでだよ。今度は本気で。これはまた雅な目障りだね。とっとと失せな。見かけによらず気が強えな。大きなお世話だ。まあいい。女、時にこいつが通らなんだが。あんたたち賞金稼ぎなのかい？おうよ、我ら五人の賞金稼ぎ、黄金竜生け捕りの軍資金としてそいつの首をいただく。女、貴様、何がおかしい？だってあたいより弱そう。人がおい、えらく舐められちまったな。じゃあ舐め返してやんないと。ようよ姉ちゃん、おっぺがいい、足かい、それとも。あいつの首狙うなんてほざくのはあたいを殺してからにしな。もしや、おめえ、賞金稼ぎの鉄砲、おゆりさ。どうとか言ってたね。何のことだい？え、何のことでございやしょう。え、やす、言わせていただきやす。嘘かまことか、長崎の海に黄金に輝く竜が出没するらしいんだ。さ、長崎っていや、ここ降りてったとこじゃないか。ふーん、面白そうだね。いい話あんがとよ。通るよ。今俺に話しかけるな。ちびっちまった。おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい？面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、お、どうだった？マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たねえ。で、どの辺に出るんだ？地獄極悪丸とその一味、神妙にお名前につけい。つけられたね、時蔵。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。
やったね。